どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ、このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもあっという間にこのちっちゃいウクレレでもうもりもりね、皆さんの好きな曲弾いて歌う弾き語りができちゃいますよということで、もう簡単レッスン動画をね、もうバイバイ公開してます。バイバイ公開してます。今日も始めていこうと思います。はい、今日取り上げたいテーマソングはですね、もう元気になっちゃうこちらの曲、ドーン、走れ正直者、西城秀樹さん。これちびまる子ちゃんのエンディングでおなじみのね、めちゃくちゃパワフルな力強い一曲。これはもうウクレレで弾くにはもう最高ですよ。今だんだんこう暖かくなってきた中でね、もう公演とかでこれもうまんまウクレレで弾いていこうみたいな、そんなテンション上がる一曲をお届けしたいと思います。やった、気持ちがいいですか。もう西城秀樹さんのあのブルージーなね、歌声が、あのね、近所でも評判さ、言いたい。あのなんかエネルギッシュな歌声をこう再現したい感じです。元気もりもりでやっていきましょう。今日はね、ちょっと特別編なんで、またちょっと詳しく後で解説するんですけど、はい、Gラボのブラックビューティーモデルのウクレレをかっこいいバージョンで使って、シンプル簡単バージョンではですね、この初めてウクレレ使ってやっていこうと思います。初めてウクレレは Amazon でただいま即発送で、ゲットできるようになってます。Amazon で初めてウクレレ、ちょっと調べてみてください。あと、それと、はい、こちらの本、出てます。架空の本じゃないです。これ、ガズさんがめちゃくちゃいいこと言ってる、ご機嫌ガズレレデイズという、エッセイ本です。めちゃくちゃいい言葉が詰まっていて、写真もね、たっぷりあってですね、ご機嫌に音楽できる方法、どころかご機嫌なデイズが送れる、すごいいい言葉がいっぱい詰まってます。ぜひチェックしてみてください。さあ、いつもの解説なんですけど、今日はね、ちょっと特別編というか、3バージョンでいこうと思います。まず最初は初心者さん向け、超シンプル簡単バージョンをゆっくりやります。で、途中はね、中級編として8ビートバージョン、8ビートのチャでこのやつかっこいいんですよ、疾走感満載で、今日最後にある3つ目のバージョンは上級者向けと言いますか、スカビートで行こうと思う。スカビートつな、つっちゃ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 って、あの小気味いい感じ。これ原曲はね、スカっぽいっていうか、スカのリズムなんですね。これちょっとウィキペディアで見てみたらですね、小田哲郎さんが作られてるんですけど、この曲はね、小田哲郎さんがスカはね、この当時はね、日本ではもう全く認知されてなくて、この曲がもう走りになったというような感じでね、言われているらしいんですけど、はい。このスカビートを使ったこの、今日は3つバージョン。簡単版、中級版、あ、かっこいい版というか上級版みたいな感じでお届けしたいと思います。最後までご覧になってください。ひとまずまずは皆さん音楽をスタートしましょう。始めましょう。今のところでちょっとお勉強するだけで、これからの人生自分の好きな曲どんどん自分で生み出せるわけですから、ぜひガズレレで音楽始めてください。さあ、それではレッスン入っていきましょう。走れ正直者、まずは初心者さん向けシンプル簡単バージョンからゆっくりとやってみる。 1,2,3 でGo, go, 明日を告ぐ
いの。さあ、城秀樹さん、ちびまる子ちゃん、エンディングテーマの走る正直者ガズレレ流簡単バージョンやってみた。これはね、歌詞のもう世界がめちゃめちゃいい。なんかもうすごいいいですよね。僕ね、2番の今あのね、そう、回あの今日はどういうバージョンでやったかというと、1番、多分1番だけが番組でね、ちびまる子ちゃんのエンディングテーマで使われてたと思うんですけど、今日はね2番までやりました。これ本当3番まであるんですよね。まあ、3番もやりたかったんですけど、まあまあ2番でももう本当結構ボリュームありますからね。2番のこの歌詞のね、ツインツインカムカムターボで、このツインカムターボとか、こういうなんかこの時代感、こう90年代ね、91年の曲ですから、そう、ツインカムターボとか車好きの少年にはもうたまらない、なんか響きでございましてですね。もうぐいぐい力強いみたいなエネルギーがたまって、あとね、リンリンランランソーセージ、ハイハイハムじゃない。なんでしょうか、このなんかすごい。まあ、この歌詞のね、ちびまる子ちゃん的要素。あの、ちびまる子ちゃんってだからあの、古き良き懐かしいね。あの感じがよくこの歌にもね、表現されてるなと思って、もうなんかなかなか楽しい曲。しかも、あの、西城秀樹ちゃんのかっこいい歌をなんかこう、ちょっと網羅したいじゃないですか。なんかそんな雰囲気たっぷり。ブルージーなんですよね、あの西城秀樹さんの歌っていうのは。そんな感じでこう、絞るような歌い方。これができるとかっこいいと思うんですけど、ぜひ取り組んでみてください。さあ、あの、ガズレレの動画には歌詞と動画、歌詞と動画じゃない。歌詞とコードが出てますから、それ見ながらね、みんなウクレレで練習してもらって1個目のゴール設定をしてください。1個目のゴール設定は一体何かというと、今やったガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせてできるようになったら素晴らしいと思います。ここをまず目指してください。で、一緒にできるようになったよという方、おめでとうございます。次のステップ行きましょう。次のステップは一体何かというと、今度はガズレレ YouTube 動画を一切見ずに、皆さん一人で歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部丸暗記するっていうのはやっぱり大変でしょうからね、やっぱり楽譜練習がいいと思います。楽譜を見ながら何回も何回も練習して、いずれ覚えちゃって、大空に向かって、夕日に向かって、子供たちと一緒に歌う、こんなのは最高だと思うんですけど、でも楽譜ってどこにあるんですかという声が聞こえてきそうですけど、安心してください。今やったガズの演奏はですね、はい、こちらの、最新のガズノートに書いた自分の手書きノート、41冊目ですよ。もうすごいでしょ。はい、これですね、走れ正直者。はい、今書いていきましたと。はい、このね、楽譜を見ながら今演奏していきました。もうちょっとしたらこんな風にカメラに映して、みんなもこんな風に書いてみたらいいじゃんってシェアしようと思うんですけど、ただいま大変便利なサービス、ガズクラブっていうのが始まってます。このガズクラブっていうのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、日々ガズが取り上げている、あの、ガズレレッスン動画で使った、あの、手書きのね、楽譜をですね、あの、デジタルデータでですね、あの、皆様にお手元に、毎月5曲、しかもお選びいただきます。もう今までガズがね、手書きで書いた楽譜はもう1000曲以上軽くありますからね。その中から5曲選べて、しかもそれを管理するね、アプリがあるんですよ。ガズクラブのメンバーだけが使えるアプリをダウンロードして、そこでね、ご活用していただけたりする画期的なサービスです。でね、このね、ガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもね、いろいろやってます。毎月2回、ガズクラブメンバーだけが参加できる大セッション大会ガズオンが行われていたり、皆さんのあの、演奏発表できる場所がね、あちこちにあったりとですね、かなり面白いクラブ活動になってます。ぜひご注目ください。そしてこのガズクラブとはちょっと違うんですけど、ガズレレ大学っていうのもやってます。こっちは YouTube のメンバーシッププログラムというのをやってまして、 YouTube のライブ配信による生配信を毎週2回行われております。こっちは大学なんで、16ビートの茶とかカッティングとかできるぐらいの方が入ってきていただけると、めちゃくちゃ濃厚でどんどんレベルアップできるすごいプログラムになってますからね。毎月課題曲を決めて、もう生でもうチャットでやり取りしながらね、どんどん深めていく、すごい面白い体験になると思います。あと毎朝7時半からガズラジというラジオ配信やってます。スタンド FM という誰でも無料で聴けるラジオアプリで、7時半からやってますけど、いつでも聴けますよ。はい、あの、めちゃくちゃいいこと喋ってます。何かヒントがたくさんあると思うんで、ぜひ聞いていただきたいと思います。今言ったこちら辺のことですね、概要欄にまとめて貼ってあるんで、興味ある方ぜひ入ってきてください。それでは楽譜を見ていきましょう。走れ正直者、西城秀樹さんが歌う名曲でございます。ちびまる子ちゃんのエンディングソングとして、もう皆さんご存知ですよね。ちょっとな、今やもう懐かしいですけど、1991年頃に流れていたということでございますけれどもですね、楽譜見ていきましょう。今日ね、ちょっとワンブロックちっちゃいですよ。ここだけポイントね、1234って感じで数えていきます。で、ここ見て、下にくるっと囲ってあって、1弦3202って書いてある。これかっこいいバージョンでは、ここフレーズを入れます。後で解説していきます。あとこんな感じで、ね、下にね、ここツタタタとか書いてあるやつはかっこいいバージョンで、ここおかずとかちょっとね、何かあるよというメッセージです。ここも同じように1弦の3202って書いてある。これ同じですね、感想とね。こんな感じでちょっと確認しておいていただいて、こうやって写しておくので、皆さん一時停止で、書いていってください。これはみんな歌知ってると思うからね。でもこの曲を作られてる小田哲郎さんも本当すごいですよね。いやー、もう本当にね、めちゃくちゃいいです。ノリノリです。
はい、一時停止で書いてください。で、今ね、紹介させてもらったガズクラブで、このガズの手書きノート、今映ってるやつをデジタルデータでお手元にダウンロードしていただき、即座に活用していただくのもね、めちゃくちゃ今日も有効です。ガズのノートの特徴は、この歌詞の上にあるこの点々ですね。これ交差点で100円拾ったよ。はい、こんな感じでテンポがわかります。今すぐそれ交番届けよう。伸ばしているときにコードが上がるときはこの V マークになってますね。いつだって俺は、こんな感じで、めちゃくちゃタイミングがわかるようになっているという、これがガズスタンドノートの特徴で、あとは歌詞カードには出てこないこのよーとか、こういうところ、伸ばすところが表記されています。はい、ぜひガズクラブでこの楽譜をご活用いただくのもおすすめですが、お時間ある方はこの通りに書いていってください。はい、いいですかね。イントロとこの感想一緒ですからね。で、これが1番。で、2番もコードは全く一緒で歌詞が変わるという、そんな構成になってます。なんでシンプルですよ、すごく。コードもね、入門コードばっかりです。これめちゃくちゃウクレレでね、やりやすいと思う。はい。じゃあ出てくるコードをご案内していきましょう。コード多いんですけどね、8個ですけど、入門コードばっかりです。言っていきます。CAm7FdmgM7Em7 の8個のコード。はい。今映ってるこの8個のコードはガズレレではもう超絶入門コードのグループなんで安心してください。ガズレレ必須コードのグループです。このガズレレ必須コードというのは一体何かというと、初心者の方に覚えてほしい入門コード10個のグループです。10個も覚えなきゃいけねえのと思うかもしれないですけど、1個ずつ見たらもうめちゃめちゃ簡単。なんだけど、いっぺんにドーンと10個覚えようと頭の中ごちゃごちゃにね、もう混乱しちゃうんで、そこで私が皆さんの頭の中ですごいこうスイスイ覚えられるめちゃめちゃいい動画撮ってます。概要欄に、その動画のね URL 貼っておくんで、ぜひそこでお勉強してみてください。はい、そしたらかっこいいバージョンの解説入っていきましょう。の前にやっぱこの曲、皆さん歌はもうね結構ちびまる子ちゃんご覧になっていてご存知の方多いと思うんですけど、やっぱりちょっとこだわりたいのはこの歌い方。西城秀樹さんのやっぱブルージーなこう絞り出すようなねかっこいいドライブ感満載の雰囲気出したいですよね。よく聞いて言葉のタイミングをね、よく聞いて、なんとなくこう、なぞるように、まあ、やってみるとね、かなり、なんていうかな、かっこよくなると思います。そんなところもちょっと気にしてですね、練習してもらうといいと思います。じゃあ、ここからかっこいいバージョンの解説入っていくぞい。コードはね、新しいコード追加なしです。つまり弾き方だけなんですけど、さっきも言ったように、今日はね、3バージョンでいきますからね、今からやるのは中級編、8ビートのチャのバージョンということで、もちろん出てくるのは、8ビートのチャというリズムが出てきます。はい。で、この後の後にやる、上級編は、スカビートということでやりますけど、だから今日は一応ここで紹介するのは8ビート、これが中級編、スカビートが上級編ということでやっていこうと思いますが、はい、これもうシンプルなんですよね。なんで特にね説明っていうのもないんですけど、一応この2つのリズムを網羅しておくといいかな。で、スカビートっていうのはすぐできるはできるんですけど、リズムキープが結構難しいんですね。あとスカビートも、スカビートの中でもいろんなラインが、ちょっとこれはちょっとこの後解説しますけど、一応基本的なこと、8ビートのチャート、スカビート、双方解説は概要欄に貼ってあるウクレレできるリズム量のいろいろというところに、もう濃厚解説レッスン動画が、貼ってある、そこ見てマスターしてもらいたいんですけど、今からちょっとね、順番におさらいしていきますけれども、まずは中級編はこの8ビートのチャートというリズムなんですけど、もちろんこれおなじみ、こういうやつですね。このドライブ感、これは気持ちがいいんですよ。この曲にね、本当にね、ぴったり。走れ正直者、この走る感じがね、こう、ドライブ感満載でいく感じがね、これ出ると思います。はい。で、今日このポイントとしてはですね、どんどんじゃあ解説入っていきます。イントロちょっとやってみましょうか。ワン、ツー、スリー、次です。G7 なんですけど、1弦の3、2、0、2です。はい。ここ、いいですよね。G7 を押さえたまんま、1弦の3202です。1弦3202。これは簡単でしょ。3202、交差点でこんな感じで入っていきます。このフレーズ、イントロと間奏で同じように出てきますんで、この1弦の G7 を押さえたまんま、1弦の3202、やってみてください。ここでリズムがね、こう乱れないように気をつけていただければ。はい。でね、このツタタタタタっていうのが、ま、この曲出てきます。ちょっとどこで出てくるかというとね、大体このサビの最後で毎回出てきてて、で、あと、交差点で100円拾ったよ、今すぐ交番届けよ、いつだって俺は正直さ、気分上でも拾ったバンさ、ここで、はい、チャッパ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 、こんな感じですね。最初にチャを弾いといて、チャッタタタタタタ、リンラン入っていきます。次のバースに入るまでのこう、つなぐおかずというふうに言われますけどね。最初にチャを弾いといて、タッ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 、はい、これを入れていってくださいと。はい、それでもう解説終わりです。
はい。で、やっぱこの8ビートバージョンは、心地よく弾けちゃうんですから、リズムがどんどん速くならないように気をつけるのと、やっぱその、シンプルだからこそ、歌に、この、なんていうの、エネルギーをより込められるということで、歌をね、やっぱりちょっと、心込めてというか、エネルギー込めてですね、歌うのがおすすめでございます。はい。では、もう早速やっていきましょう。中級バージョン、8ビートの茶の疾走感満載でやってみましょう。はい。走れ正直者8ビートバージョン、西城秀樹さん、やってみる!1、2、1、2、3。走れ正直者を8ビートのチャのね、疾走感満載のバージョンでやってみました。気持ちがいいでしょ。これまず行きましょう。これめちゃくちゃかっこいい。気持ちがいい感じが伝わったと思います。これはね、いいですよ。はい。で、今日はですね、せっかくですので、原曲に忠実に、3バージョン目の上級編ということで、スカビート。これがまたですね、簡単そうに見えて奥が深いですよ。ちょっとスカビートってどんなやつかやってみましょう。じゃあ C を押さえて、1、2、3、4。1、2、3、4。このちょっとウキウキした感じ、これいいでしょ。で、今のはね、スカビートの中にも、簡単スカビートとちょっとね、かっこいい版とか、まあ、難度が高いスカビートがあって、今の簡単なスカビートです。ね、どうやってやったかと、チャッチャを弾いて、チャ弾いてアップ。チャを弾いてアップ。の繰り返しになったんですよ、今のは。せーの、チャッパー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 ね。じゃあ、これ以外のスカビート、かっこいいスカビートっていうのは一体何かというと、ここにカッティングを入れてるわけです。止まった。左手で今、一回一回止めてるんですね。今 G7 も、はい。左手でカットしてるんです。これはね、結構なかなか、すごい技です。まあ、なんで、最初は、このチャッパチャッパのカッティングなしで、交差点で100円拾ったよ。これでノリを感じる。これ、かっこいいです。これは結構できるかもしれない。で、やっぱり難しいバージョンのこのカッティング入れると、交差点で100円拾ったよ。これちょっとしかわかんないんですけど、これほぼ感覚的なものかもしれない。これね、テンポが遅いとよりわかるんですけど、テンポが早いから、まあ最初はだからカッティングなしで、パッチャッパッチャッパッチャッパ、これでも十分この曲のね、雰囲気伝わると思いますから、やってみてください。ちょっとリズム練習しましょうか。A メロの歌い出しのところ。ワン、ツー、スリー、交差点で100円拾ったよ。こんな感じですね。チャッパッ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 チャッパ。ほんと、パッと止
止まるのはいいんですけど、今のでもう本当に全然十分だと思います。まずこの感じでやってみましょう。8ビートのチャからこのリズムに変わると、急にね、突っ張っ突っ張ってこう裏で来るリズムなんで、自分がどこにいるか迷子になりがちなんでね、これリズムのすごいいい勉強になると思います。で、あと、決めのところあったじゃないですか、イントロの1弦3202のところも、このスカビートでいきます。そこのところやりますと、D マイナーからいきまして、この後、つちゃつちゃ202、とさって、こんな感じで、いきます。そこもスカビートということですね。あと、その、つたたたたたのところはどうするかっつったら、そのままつたたたたたたいくんですよ。この切り替えが面白いかもしれない。いつだって俺は正直さ、近所でもひよおばあさん、ここ、パパ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 、ディーディーなんなんそう、こんな感じです。チャパパパパパパ、つた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 、また戻っていくと。いやー、だからこれはなかなかこの忍耐力というか、このリズムキープ力がなかなか問われるという。チャパチャパチャパチャやってるとね、なんかね、あれっつって、なんか何してんだっけ俺みたいにちょっとなりがちなんですよ。なんで、そういう意味でここは上級編かなということで。あとやっぱ原曲がね、このスカピートがすごく特徴的なんで、やっぱこれやりたいですよね。ということで、ちょっとこれじっくり取り組む、課題として、ちょっと今日このかっこいいバージョンのさらに上といいますかね、3バージョンアレンジでやってみておるわけでございます。さあ、力抜いてね、力入れてるとガチャ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 になっちゃってダメですよ。この速い曲なんだけど、こうスムースに流れて、これをね、ちょっとちょっと気をつけてください。ガチャガチャにならないよ。この小気味よ、エサホイサみたいな、走れ正直者ですから、エサホイサ感が出るという、エサホイサエサ、可愛い感じが出るといいと思います。さあ、やっていきましょう。走れ正直者、スカビートアレンジで、かっこいいですよ。やってみる!1、2、1、2、3、4。走れ正直者のスカビートアレンジ、かっこいい。この曲はやっぱりこのビートがやっぱそう似合いますね。はい、やってみたらわかる。このなんかね、安定させてずっとこれキープするこのね奥深さ、ぜひ味わっていただければと思いますが、このリズムの方が本当になんか一直線に走ってるみたいなね、そういうイメージがちょっと出る、元気っぽい感じがね、ウキウキ気分が出るかなというふうに思います。今日は3バージョンで送らせていただいた特別編、このね名曲ですから、もう本当お外でもうどんどんキッズとかもうワイワイ楽しみましょう。本当におすすめ曲でございます。楽譜の方をですね、リッドミュージック社さんというところからで、ね、もうたくさん出しております。ぜひこんな感じでずらーっとラインナップがありますんで、皆さんぜひお手に取っていただければと思います。 Amazon とかでガズレレってやったらずらーっと出てきますし、書店さん、楽器店さんなどでも取り扱いがあって、もうベストセラーですから、今年20万部もう超える勢いでございます。ありがとうございます。まあ、それだけで分かりやすくてね、
もうご指示をいただいているということで、これ簡単バージョンの、あの楽譜なんで、かっこいいバージョンはどんどん自分で書き込んでいく。それで自分で世界で一冊の自分だけの本を作り上げていく。そんな感じの本となっております。よろしくお願いします。あとね、ガズレレジーラボではですね、あのアプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリがあります。このアプリ、ぜひあのダウンロードしておいてください。無料で見れる楽譜もありますけど、この楽譜の、あのね、ここの中で、楽譜もゲットできるんですね。で、ガズレシピのアプリの中で楽譜の管理ができたりとか、もうすごくいいんです。あの、そのアプリの中でメトロノーム機能がついていたりとか、もうめちゃくちゃね、あの、わかりやすいです。で、このね、ガズレシピの楽譜は、かっこいいバージョンと簡単バージョン、両方書いてあるっていうのが特徴で、さっきのリットミュージック社さんは簡単バージョンだけで、こっちは両方書いてあるということですね。なかなかいい楽譜になっています。あと、書籍。本当の本もこっちもありますから、ぜひこっちも、見てみてください。で、ガズレレのウクレレではですね、見てください。ここにほら、水引きが挟まっていたり、毛糸のストラップだったりとか、あとキャップだったり T シャツとか、あの可愛い色のバッジだとかキーホールダーとかね、もうめちゃめちゃいっぱいトートバッグとかウクレレのバッグとかいろいろあるんですよ。その辺のことこれ公式ホームページのこのね、バナーに行ってもらうといっぱい載ってますんで、ぜひあのいろんな可愛らしいグッズチェックしていただきたいというふうに思います。あとちょっと親戚のチャンネルでガズピアノっていうのをやってるんですよ。これもめちゃくちゃ面白いですよ。私ガズが発明した世界で一番簡単な弾き語りに特化した鍵盤楽器のプログラムです。弾き語りプログラム。私が発明してますから安心してください。ガズレレでできる人だったら余裕です。誰でもできるピアノ弾けたり、ぜひガズピアノもチャレンジしてみてください。さあそんな感じであっちからこっちから音楽楽しんでいこう。音楽を聴くよりやる方が楽しい。ぜひガズレレガズピアノをご活用していただいて、どんどん楽しい音楽人生を送っていってください。それでは皆さんごきげんよう。あ、ガズレレ公式ホームページ見たら大体のこと書いてあるんでチェックお願いします。さようなら、バイバイ。